HD5980 は、ショーマゼライ雲内の星雲を伴う三回星団、NGC346 の中にある連星で、ショーマゼラン雲の中で最も明るい恒星の一つで、あるとともに、基地の恒星の中でも、最も高度の大きいものの一つである。HD5980 星系には少なくとも三つの恒星が存在し、高高度青色変更星のような爆発を起こす。 ウォルフライエ星ともう一つのウォルフライエ星が食連星を形成しやや離れた場所に大型長距星がある。その大型星もまた連星である可能性がある。名称が示す通りヘンリー・ドレーパーカタログに記載がある19世紀から知られる天体である。1901年南天にある奇妙なスペクトルの構成として初めて特筆され。 石器の分類では V 型に位置づけられた。ドレーパーの分類では気線を伴う O 型とされ、このタイプは後に和型と呼ばれた。1960年代から1970年代、明るさとスペクトルが時間で変化することや、触が起こることが発見され、連星であることが分かったが、当初はウォルフライエ星と OB 型星の連星と考えられた。さらに観測が進むと、 食連星の二つの構成はいずれもウォルフライ衛星であることが分かった。また、食から推定した連星の軌道周期に従って波長が変化しない吸収線が発見され、食連星とは別に大型星が存在する見衛星と考えられるようになった。1993年 HD5980 は増光し、それに伴ってスペクトルも変化。これが LBV に特有と考えられる劇的な造光となり、以降観測と理論の両面から大きな関心を寄せられる天体となった。ショーマゼラン雲中の星雲 NGC346。左上の一際明るい星が HD5980。HD5980 は見かけ上単独星にしか見えない。しかし、スペクトルを観測すると、 異なる三つの成分が重なっており、三つの高温度性が含まれることがわかる。しかし、一つ一つの成分に分離することは難しく、また、食によって変動したり、三つのうち一つの構成は固有の変更も示す。主成 A は成形で最も明るい構成である。1990年前後までは、水素が少ない早期型のオルフライエ製と見られていたが、 1993年に LBEV の特徴を示す爆発的な増高を起こした。この時、恒星の直径はおよそ10倍に膨張したと考えられ、表面温度も大幅に低下し、スペクトルは水素の強い気線を伴う B 型長距離のものへ変化した。時間が経つと明るさと温度は元に戻った。構成風及び構成風同士の衝突によって、 外装で発生する気線が重なるため、高級のスペクトルはよく見えない。番星 B は、主星と同様ボルフライエ星である。主星 A と番星 B は、公転周期約19.3日の視覚的に分離できない、連星系を形成している。軌道要素からすると、主星 A と番星 B の質量は大きく違わないと見られ、軌道傾斜角は86度と推定される。 AB 連成形は、食連成で、1周期に2回部分食が起こり、副局長の位相が0.36であることから、離心率が0.27の楕円軌道を取っていると推定される。食による原稿は0.2等級に過ぎないが、食の最中に高度曲線が変化したり、スペクトルの輪郭が変形したりしており、番生 B の周囲には、主成 A よりもやや大きいガス領域が存在すると、 思われる。万星 B のスペクトル型は WN4 と分類される。主星 A とあまり違わないが、軌道運動に従って、気線の輪郭が変化することに基づいて、主星 A のスペクトルと区別している。水素の気線があるが、他の気線にうずもれている場合が多い。水素の細い吸収線も見られるが、視線速度の変化が、連星の軌道運動によるものとは異なり、 AB 連成系が起源ではないと考えられる。水素の細い吸収線によって特定された構成で、主成 A、番成 B とは異なり、水素が豊富に存在する大型超巨星とみられる。水素の吸収線の波長の時間による変化を調べると、その変化は AB 連成系の軌道運動と異なり、小さくゆっくりであった。この変化は CE もまた連成系である。 可能性を示唆する。変化の周期は約96.5日で、これは AB 連星系の光天周期19.3日の C の晩星は中性死亡しかブラックホールではないかという説もある。チャンドラによる観測で HD5980 が X 線で明るい高温のガス雲に接している、あるいは包まれていることがわかり、温度が八百万系にも達する高温ガスは、 超新星残骸である可能性が考えられ、その元となった超新星は C の晩星が起こしたのではないかとされた。さらに HD5980 自体も X 線源となっており、C の晩星の周囲に光着円盤があるのではないかとも考えられたが、XMM ニュートンによる観測でこの X 線の出所は AB 連星系で発生する超音速の 構成風の衝突によるものと分かった。HR 図上に高高度青色変更性候補を図示したもの。HD5980A は左端と上端に位置する。1990年頃まで食以外の目星変更は記録されていなかったので、主星 A と番星 B はウォルフライエ星同士の連星であると考えられていた。 成形の合成等級は11.7で、主成 A が最も明るい。しかし、1993年11月には、スペクトルが変化、晩期型のオルフライ衛星に移行し、死等級が10.9へと、増高。スペクトル中の吸収線が見えなくなった。増高は、1993年末まで数週間、続き、最も明るい時には10.0等に達し、 スペクトル型は WN8 となった。その後は急激に暗くなって10.8等級まで減高した。翌1994年の6月に再び増高し、スペクトルも低音側へ移行、その年の9月には8.6等級を記録したが、この最大高度の瞬間にはスペクトルが記録されておらず、 直後の観測では WN11 であった。11月になると、スペクトル型は青色長距性を示す B1.5 ヤとなり、水素や電離した金属の寄線、もしくは白鳥ザ・ P 型プロファイルが観測された。電離回数の少ない金属では、白鳥ザ・ P 型プロファイルの形状は B 型長距性に、 特徴的なものとなっており、加速膨張する高成風が生じていると見られる。その1ヶ月後、徐々に暗くなり、スペクトルも高音側へと変化していった。1年経たないうちに、明るさは11等級、スペクトル型は WN8 となった。一連の増光現象が収束した後、明るさは11.3等級、主星 A のスペクトル型は WN6 となっている。 増光時には高度が太陽の数百万倍になったとされる。1993年の増光以前に1960年頃にも爆発があった可能性が指摘され、およそ40年程度の周期的な活動ではないかとする説もある。主星 A には静音期でも周期6時間余りの微小な変更が観測されている。HD5980 での爆発の原理は、 明らかになっていないが、主星が典型的な LBV の爆発を起こして膨張すると、番星と激しい相互作用を引き起こし、それが引き金となって大爆発を起こすというシナリオが考えられている。HD5980A は典型的な LBV と違って、増光時にスペクトル型が A 買い方になるまで温度が低下していない。 万星が存在することで、より高温でも LBV の不安定性が生じている、可能性がある。同じような振る舞いをする、LBV 候補天体には、M33 で見つかっている、グレー290が挙げられている。ショーマゼラングも、赤い反転の内中央近くの一番明るいものが NG、NGC346、HD5980 が、現在までに、 どう進化してきたか、今後どう進化していくかも、詳しいことはまだわからない。少なくとも3つの構成のスペクトルが重なり合っている状態では、観測からわかる、化学的性質、物理的性質に大きな不定性がある。小マゼラン雲の天体は一般に、金属量が少なく、そのことは、構成、特に大質量性の進化に影響を与える。影響の一例として、 ウォルフライエ星が少ないことが挙げられる。銀河系の構成は、初期質量が太陽の20倍以上であれば、ウォルフライエ星になれるが、金属量の少ない小マゼラン雲の構成は、初期質量が太陽の45倍以上なければ、ウォルフライエ星にならないと推定され、小マゼラン雲22個しか見つかっていない、ウォルフライエ星のすべてが、銀河系のウォルフライエ星の平均より質量が大きく、 高度も高く、ウォルフライエ星の中でも高温のものばかりで、一つを除いて HD5980A より高温である。また、ショーマゼランクモのウォルフライエ星は、半数以上が大質量の晩星を従えている。一つを除き、大型星と同じような吸収線が、スペクトルに見られ、大型の晩星がある。 もしくは、金属量の少なさによるものか、構成風が弱く、高級面が暴露しているのではないかと考えられている。HD5980C は、通常の O 型超巨星と考えられ、スペクトル型は O4 から O7 まで見積もりに、幅がある。現在は、主系列段階を終えて、少し進化した状態で、今後は、一般的な構成進化理論に従って進化すると、 考えられる。C 自身の晩成が存在するかは不明だが、あってもある。程度距離が離れており、進化には影響しないと見られる。ウォルフライエ性同士の連成系の進化は、よりわかりにくい。主性 A と晩成 B は、かなり近接しているが、接触はしていない。主性が LBEV のような膨張を起こした際には、主性 A と 万世 B の間の平均距離よりも大きく膨張していたと推測されるが、大量に物質が放出されたことにより、疑似高級が発生し、そのように大きく膨張したように見せかけていた可能性もある。万世 B のように水素が少ない高温のウォルフライエ製は、水素の外層がほぼ吹き飛ばされ、ヘリウム層が暴露している段階で、すでに大量の質量を失ったと考えられるが、 万星 B は大質量性である。これは、主星が膨張した際に、質量の移動が起こったか、金属量が少ない小マゼランクモでは、銀河系とは進化の仕方が異なる可能性がある。現在の HD5980A、B 成系に至る進化を説明する理論として、二つの仮説が提唱されている。 一つは、初期質量がそれぞれ太陽の90倍と80倍の恒星が12日周期で降転し、時点速度秒速 500km である連星系が進化したというもの。この仮説では310万年後に19.2日周期で降転するようになると計算され、質量、高度も観測された数値に近い結果が出る。二つの恒星は科学的にほぼ同質で、 質量移動は考えない。もう一つの仮説は、初期質量が太陽の150倍と75倍の構成が160、太陽半径の距離を置いて16日周期で好転する連星系が進化したというもの。230万年後、初期質量の大きい構成はロッシュローブを満たし、相手の構成に質量が移動する。現在は、 さらに30万年経過した段階にあるとしている。どちらの仮説も不定性が大きく、決着はついていない。将来的に、ウォルフライエ星は、核が重力崩壊を起こし、超新星となる。爆発後には中性死亡しか、ブラックホールが残るが、HD5980 の質量からして、残るのは、ブラックホールと考えられる。また、時点が十分に早ければ、 爆発の際にガンマ線バーストを起こす可能性がある。ありがとうございます。